こんにちは。今回は三角形の面積を求める問題です。はじめに問題の内容を確認しておきますね。図は直角二等辺三角形 ABC。ですから AB と BC の長さ、これ等しいです。この直角二等辺三角形とこれより横が3センチ短く、縦が6センチ長い三角形 DBE ですね。これを重ねたものです。今三角形 CEF、これと三角形 ADF、これの面積の比が3対8になっています。では三角形 ABC ですね。これの面積は何平方センチメートルですか。こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきましょう。いろいろと解き方が考えられそうな問題ですね。この三角形とこの三角形の面積の比、これが3対8って分かっています。底辺の比が3対6って見てもらって、高さの比を考えていく。こういうふうな相互もありますし、これ ABC が直角二等辺三角形ですね。これを利用して E から BC に対して90度になるような線を引きます。こういう感じですね。そうすると、ここの角度45度ですから、こういうふうに直角になるように線を引くと、ここにも直角二等辺三角形が出てきます。ここの長さっていうのは、これが3センチだから、これが3センチ。簡単にここに蝶々型の相似っていうのを作ることができますね。相似比っていうのは6対3です。簡単にすると、これは2対1になります。今分かっているのは、この三角形とこの三角形の面積比ですね。ということは、面積比。相似比の2乗比ですね。2回かけたものになります。相似比が2対1だったら、面積比は 2×2 対 1×1。4対1になります。ここの部分を4とすると、ここの部分ですね。この三角形だけです。これが1になります。ところが、こことここの面積の比、8対3って分かってるんだから、ここの部分ですね。8とします。こことここ4対1だから8に対してここですね。2、こういう風に出すことができますね。ということは、こことこれとこれ合わせた分ですね。これ8対3なんだから、ここ20に対してここ10。こういう風に出すことができます。この三角形、この三角形、この三角形ですね。これの面積比が出てきました。今求めたいのは何だったかっていうと三角形 ABC ですね。これの面積を求めたいです。ですから一辺の長さが分かればこの三角形の面積出てきますね。ここ3センチです。F からまっすぐ垂線を下ろします。こういう風に垂線を下ろすと、この三角形とこの三角形、これ1対2なんですね。っていうことはここを底辺と見ると、この長さとこの長さの比ですね。これ1対2です。ここ3センチだったらこれまっすぐ下ろしたもんなんで、ここの長さ、こことここ1対2でここ6センチになります。さらに最初に作った相似形、こことここの長さの比ですね。3センチ、6センチで1対2です。この三角形とこの三角形、これ高さの比も1対2になりますから、ここの長さ、6センチの2倍、12センチメートルですね。三角形 ABC の面積を求めるんだったら、これでもう一辺の長さ出ましたね。12足す6足す3。これで21センチです。ですから、面積は 21×21。これを2で割ったものですね。441を2で割ったものです。220.5 平方センチメートル。こういう風に出てきますね。解き方については最初に言ったようにいろいろ出てくる問題なんですけれども、そんなに難易度の高い問題ではないです。あっさりと答え出せるようにしておいてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。